皆さんこんにちは、今日は変容の第2回ということになります。まず最初に、福音書の変容の記事その最後の部分を読んでみたいと思います。彼がまだ話し終えないうちにたちまち輝く雲が彼らを覆い、そして雲の中から声がした。これは私の愛する子、私の心にかなうものである。これに聞け。弟子たちはこれを聞いて非常に恐れ、顔を地に伏せた。イーススは近づいてきて、手を彼らに置いて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが目を上げると、イーススの他には誰も見えなかった。一同が山を下ってくるとき、イーススは、人の子が死人の中からよみがえるまでは、今見たことを誰にも話してはならないと彼らに命じられた。弟子たちは沈黙を守って自分たちが見たことについてはその頃誰にも話さなかった。主の変容を伝える福音書の記事は最後に弟子たちを包む光る雲について語っています。その雲からは、これは私の愛する子、これに聞け、そう父、神、父の声が響きます。イーススがヨルダン川で洗礼を受けた時に受洗ヨアンが聞いたのと同じ声です。光る雲は弟子たちを包み込んで彼らを守る神精神です。神精神に守られていなければ人間は神の光栄を見つめることはできないからです。主の変容はハリストスの洗礼と同様に神の権限、テオファニーです。三つの威嚇、ペルソナにおける一つの神、それがこの三人の弟子たちに示されました。父の声、光る雲、そしてイーススです。そしていつも私たちが至聖三者を知るのは、この威嚇、ハリストスを通じてであります。福音書はこう言ってます。神を見た者はまだ一人もいない、ただ父の懐にいる一人子なる神だけが神を表したのである。ヨハン福音書1章18節。また私を見る者は私を遣わされた方を見るのである。ヨハン福音書の12章45節。イーススハリストスは神父の後期であり、イーススを通じて神精神は世界に働きかけます。私たちがハリストスに祈るとき、ハリストスは私たちを神精神を通じてその父へと導いていくのです。神が人となったのは人が神になるためである。今聞いていただいた歌はこのように歌われていました。聖にして福たる上聖なる天の父の聖なる光栄の穏やかなる光、イーススハリストスや、我ら日の入りに至り暮れの光を見て神父と子と精神を歌う。命を保う神の子や、何時はいつも敬虔の声にて歌わるべし、故に世界は何時を賛栄す。聖教会の晩歌で歌われる、日本では穏やかなる光と呼びますけれども、
古くから歌われてきた聖歌です。まさに神が穏やかな光として私たちのところにおいでになった。まさに神が人となったのは人が神になるためである。そのために神は穏やかな光としてこの世においでになりました。これは今日の聖教会にまで受け継がれてきた古代教父たちの共通理解です。これは私たちが神をどのように知ることができるのかという問いへの一つの答えとも言えます。この言葉は聖使徒ペトロの次の言葉と同じことを言っているのです。尊く大いなる約束が私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ神の性質に預かるものとなるためである。ペトロ後書一章四節です。人は神を知ることはできません。知るとか理解するとかといった観念自体が的外れな人間が頭で作り出したものにすぎません。植物、水、金属、動物など物質的なものについては人間は一定の知識を手に入れることができます。しかしそれでもなお物質の中には隠された神秘が残っています。その物質の起源は何か、それはどのようにして創造されたのか、これを私たちは知りません。まして神を人間の理性によって把握しようとしても全くお手上げです。旧約聖書のバベルの塔の物語はある意味でそのような試みの無謀さを教えています。神を知るためにどんなに知性や技術を駆使してもそれは挫折してしまいます。しかし私たちが近づいていくのではなくて神の側が我々のところにおいでになりました。穏やかな光として、その神に私たちが心を開いた時には感覚や知性による知識の獲得とは異なったことが起きます。その時神は私たちの認識の対象として向こう側に置かれたものではありません。そこにあるのは神と私たちとの結合一致です。さて変容のイコンをもう一度見てみましょう。このイコン表現の構成は、その構成の中心はハリストスから放射されている光線です。描かれている人々それぞれが作られざる光、非被造的エネルギアに触れられています。それぞれが神の光栄の一部分を受け取っています。しかし神がその本質において何であるかということは知られ得ないままにとどまります。モイセに名を尋ねられて、ありてあるものとお答えになったお方は永遠に不変の知られざるものにとどまります。いかなる人も神の本質、すなわち神はその本質において何であるか、これを知ることまた見抜くことは決してできません。それが旧約聖書がそのような無礼な企てに対して警告を発している理由です。人は神を見てそして生きることはできない。しかしそれでも神はご自身を贈り物として私たちに送ってくださいます。作られざる光、タボル山でハリストスが預言者や使徒たちの上に輝かせた光線は私たち人に命を与え私たちを生成する神からの賜物、贈り物です。ヨルダン川での洗礼の時、神精神はハリストスの上にとどまりました。今タボル山の上で私たちは神精神がハリストスの体を通してご自身を私たちにお与えになるのを見ます。私たちが聖人へとなることを助けてくれるのはこの恩寵、すなわち神精神の賜物です。
これをよく理解しなければなりません。神は全くの神秘です。教会はしばしば私たちにある一つのことを述べた後で、それとは一見矛盾しているかのように感じられることを述べるのはそのためです。神はただ一つである。しかし三つの神性のフェルスマがある。神を把握することはできない。しかし神はご自身を我々に表される。神に近づくことはできない。しかし神はご自身を我々に与えられる。我々は聖なるはただ一人と歌う。聖体礼儀で歌ってますね、毎週。しかし我々は聖人となるようにと呼びかけられている。聖なるはただ一人と私たち人は歌うほかないんです。しかし私たちは神から一人一人が聖人となるようにと呼びかけられている。では聖人とは何でしょう。一切罪を犯さない人のことでしょうか。罪から免れているのはハリストスただ一人です。あらゆる人が罪を犯します。どんな人でも今後一切罪を犯さないという決意だけで罪を犯すことを止めることはできません。たとえもしある人が自分自身の努力によって完全になったら、もしですよ、もしそんなことになったら、その人は自分自身の得に自己満足してしまう。むしろ神から一番隔たった状態に落ちてしまう危険を犯すことになるでしょう。その人は傲慢の罪、最も重い罪と言われます。その傲慢の罪に陥ってしまうでしょう。ただ愛と神、すなわち神の恩寵、神が私たちに与えられる作られざる光に対して開かれた心だけが人を神に似たものとするのです。聖人になるとはこの神に似たものになるということであり、創造された時にいただき罪によって失ってしまった神の像と性、形と似姿を取り戻すことであります。ダマスクへの途上、閃光の光、その光に包まれた。そしてその中で一瞬ハリストスを垣間見たパウロは、私たちの顔は神の光栄を鏡のように映し出すと、そう述べています。そして人は神精神の働きを通じて神の形へと変貌するのです。私たちは光を発する生きたイコンとなります。神精神が私たちのまさにこの身体にお住まいになるからです。コリント公書の3章18節を読んでみてください。タボル山で変容したハリストスを見た聖ヨハンはこの教えを確証しています。ヨハネの手紙の第1の手紙の3章2節です。愛する者たちよ、私たちは今や神の子である。しかし私たちがどうなるのかまだ明らかではない。彼が現れる時、私たちは自分たちが彼に似るものとなることを知っている。その誠のお姿を見るからである。私たちが世の終わりに復活した時にどんな風であるか、私たち自身が、これは私たちには知ることはできない。まだ明らかではないとヨハンは言います。しかし私たちは自分たちが彼に似るものとなるということは知っていると、ヨハンは言っています。しかし本当に神に似た人というのはいるのでしょう。そういうものに私たちはなれるんでしょうか。モイセは10回を記した2つの石板を手に持ってシナイ山から下ってきたとき、神と話していたために自分の顔が光を放っていることに気づいていませんでした。
すべての聖人が神精神の光に預かっています。それが聖人たちが御光を伴った姿でイコンに描かれている理由です。この輝ける輪、御光は神精神の賜物を象徴しています。彼らの顔は神の光栄、いわばタボル山でハリストスから発した光を反映しているからです。彼らはその光が表している神の作られざるエネルギーによって奇跡を起こすことができますが、彼らの地上の生活では聖人たちはイエスご自身がそうであったように他の人々と何ら変わるところはありませんでした。彼らは謙虚に神から非常に遠いところにいる罪人たちを神精神の行き過ぎた輝きによって、彼らにとっては眩しすぎる輝きによって傷つけないように思いやりを持ち続けたのです。ハリストスと同じです。穏やかなる光、ハリストスと同じなんです。聖人たちもその穏やかなる光を受けて、ハリストスと同じように謙虚な姿で私たち地上の罪人と共に生きてくださいました。生きています。19世紀ロシアの聖人サーロフの聖セラフィムは、かつて友人のモトビロフに神精神の賜物が彼の中、彼の体の中に住んでいることを明らかに示したことがあります。モトビロフが彼にクリスチャンとしての生活の目的を尋ねたとき、聖セラフィムは、それは神精神の獲得である、そう述べました。でもそれはどういうことなんですかとモトビロフは尋ねました。それに対してセラフィムは彼に私を見なさいと言いました。するとモトビロフはセラフィムが顔を太陽のように輝かせながら雪の中に立っているのを見ました。熊と一緒にいる聖セラフィムがよく描かれているんですが、これは何を教えているのでしょうか。聖セラフィムはアッシジのフランシスコのように動物と話しすることができたのです。ある日、二人の修道女が彼がクマとじっくりと話し込んでいるのを見ました。ロシアの森のクマは大変に獰猛なので、彼女たちは怯えました。しかしセラフィムは彼女たちを安心させ、そして神によって聖なるものとされた人間は堕落の前のアダムがそうであったように、あらゆる被造物と共に平和のうちに共存することができる、そう教えました。これは預言者イサイアの次の言葉に符合します。イサイアの預言書11章6節からです。狼は子羊と共に宿り、ヒョウは子ヤギと共に伏し、子牛、若獅子、肥えたる家畜は共にいて、小さいわらべに導かれ、目牛と熊とは食い物を共にし、牛の子と熊の子と共に伏し、獅子は牛のようにわらを食らえ、乳の血のみ子は毒蛇の洞に触れ、血離れの子は手をマムシの穴に入れる。被造物と私たちは仲良く共存する時代に、私たちはやがて生きることになるでしょう。そうイサイアは予言しているのです。またある真冬の日、モトビロフが聖セラフィムと雪の降りしきる中で話していました。大変な寒さでした。しかしモトビロフは後に、その時は心地の良い暖かさと言い尽くせぬ甘美さを味わったと語りました。このように聖人を通して自然そのものが恩寵の輝く光線に貫かれるのです。ハリストスの衣服があの変容のタボル山の山頂で、そのハリストスの衣服が光で輝いたことを思い出してみましょう。いつの日か被造物のすべてが、そして宇宙の全体が神精神によって変容をせられるでしょう。その光に、まばゆい光に包み込まれる時が来るでしょう。そんなことが可能なのか。
自然は本当にこの神聖の光を獲得することができるのか、そのように問われたら、我々の体が本当に神の声を表すことができるとしたら、どうしてそんなことがあり得るのでしょう。私たちは戸惑ってしまいます。でもこのリビングゴッドの長老は次のように答えています。大きな聖堂に朝早く行ったら何を見るかね。単に暗くて色のない窓を見るに過ぎない。しかしじっくりと日が昇るのを待っていると、ステンドグラスの窓は徐々に火のような輝きで輝き始めるのに驚かされるだろう。ステンドグラスの一つ一つが各々独自の色彩を装う。それはちょうど我々の一人一人がそれぞれ独自の輝きを持つようになるのと同じである。我々はそれらのステンドグラスの窓のようなものなのだ。我々は自分自身の誠の本性を獲得し、我々の人格を十分に羽ばたかせるために必要な太陽とは神精神なのだ。神精神はご自身を絶え間なく与えられ、そして我々を照らし出す。我々のすべきことは自分自身をこの恩寵に対して透明なものとし、我々自身の不透明さを克服し、我々自身の不透明さが神聖の光の通過を妨げないようにすることなのだ。しかしこの世のほとんどの人は不透明です。モイセやサウルフの聖セラフィのように光を放っている人を見ることは全くといいくらいありません。それに対して長老はこう答えます。石炭というのは黒くて不透明な鉱物だ。それがそのままにされている限りはそれは透明にはならない。しかしそれに火が触れるとどれほどの明るさ、熱、そして輝ける光が生み出されることだろう。神聖の光は、火は上からの力の単なるおぼろな反映にしか過ぎない物質的な火よりも無限に力強いと思わないかね。地上からのものは地上にとどまる。だから火が物質を焼き尽くした後では物質はそもそもの姿であった塵の姿に戻る。しかし神聖の光は物質を破壊することも消滅されすることもしない。燃える芝の奇跡は永遠に続いている。この火は全世界を燃え立たせる。すべての被造物にいつの日か神聖の火が光が浸透することであろう。しかし悲劇的なことに世界はますますその日から遠ざかっているようにしか見えない。我々は聖人ではない。それが創造された世界が崩壊に向かって歩みを早めている理由なのだ。だがハリストスは聖なるものであり、ハリストスからはあらゆる聖なるものが流れ出している。ハリストスはこの世界に臨在しており、我々は絶望に決して陥ってはならない。五旬節、ペンテコストの日以来、ハリストスは神精神を送り、神精神は被造物を救うために絶え間なく活動している。世界が堕落し、歪められ、汚染されているという事実にもかかわらず、我々は希望に満ちた状態にとどまらなければならない。なぜなら我々は神の人類への愛、及び全ての被造物への愛を信じているのだから。皆さん、ここで聖使徒パウロの次の言葉を味わってみましょう。今長老が語った言葉、それを同じことをパウロは語っています。ローマ人への手紙の8章18節から22節までです。私は思う、被造物は実に切なる思いで神の子たちの出現を待ち望んでいる。被造物自身にも滅びの縄目から解放されて神の子たちの永遠の自由に入る望みが残されているからである。実に被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみを続けていることを私たちは知っている。私たちの人間の救いは、いや
神の私たちへの救いは私たちだけの救い、人間だけの救いじゃない。私たちの救いを通じてその救いがこの秘蔵世界全体に広がっていくんだっていう壮大な救済のイメージ、聖教会はこのような救いというもののイメージを初代教会がずっと保ち続けているんです。長老の言葉に戻って耳を傾けてみましょう。我々は生体礼儀で地の果実であり人間の労働の産物であるパンとワインを神に奉献する。何時の賜物を何時の主牧より衆のため一切のために何時に立て祭りて。我々は聖金庫幽庵の生体礼儀のアナフォラでこう祈ります。これらの言葉とともにパンとワインを神に捧げます。奉献します。この奉献は人類全体、生けるものとしてしもの、その苦難と喜びのすべてを視野のうちに入れて行われます。また人類だけではなく、すべての被造物、動物、植物、そして鉱物の世界を視野のうちに行われます。すなわちこの奉献は全宇宙、コスモスを代表して行われるのである。我々はこのパンとワインの奉献を神父に対して行い、そして神父は神聖の火をこれらの聖なる捧げ物に下らせるのである。ちょうどエリアの時、神父が預言者の捧げ物に火を下らせたように、パンがハリストスの体となり、ワインがハリストスの血となるようにと、神精神の輝ける光線がパンとワインに浸透する。神精神は物質に浸透することができるのである。ユーカリストで、聖体礼儀で神と被造物との結合が達成される。だから我々が両聖、ご聖体をいただくために進み出るとき、神と人との結合が我々の内部にももたらされる。そして新品はちょうどハリストスがその使徒たちを送り出したように我々を世界に送り出す。平安にしていずべし。私たちが受けたこの神と被造物の結合、人と神との一致、この人と被造物との和解、これをこの世界のにくまなく伝えるために、私たちは平安にしていずべしと私たちの生活の現場の中に使わされるのであります。私たちクリスチャンは世界に神の現存を、それを放射させる責任を、そう長老は言っています。恩寵によって神は我々に主イエス・ハリストスの体から輝いた光を与えてくださいます。この神聖の光を人類、そして全世界に伝達するためにはどうしたらいいのか、教えをいただけるよう神様に願おうではないか、願おうではありませんか。マトフェルの福音の中でハリストスはこう言っています。私たちに、あなた方は世の光である、山の上にある町は隠れることができない。また明かりをつけてそれをマスの下に置く者はいない。むしろ食台の上に置いて家の中のすべてのものを照らさせるのである。これらの言葉は使徒たち、そしてすべての弟子たちに向けてハリストスご自身がお語りになった言葉です。我々はこの恩寵を受け継ぐものであり、我々は使徒たちから神精神の賜物を受け取っています。しかし私たちが傲慢にならないよう、聖使徒パウロは次のように私たちに思い起こさせています。しかし私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためである。
変容祭のトロパリ、もう一度歌いましょう。ハリストス、神よ、何時は山において変容して、何時の門徒にその力にかなえて、何時の光栄を表したまえ。願わくは正真珠の祈祷において我ら罪なる者にも何時の永在の光は輝かん。光を施す主よ、光栄をは何時に消す。イエスは使徒フィリップに対し、ご自身の死の前の晩、次のようにおっしゃいました。私を見た者は父を見たのである。私が父におり、父が私におられる。またこのためイエスは次のようにおっしゃることもできます。私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、真理の御霊が下るとき、神精神が下るとき、それは私について証しをするである。このように神は子イエス・ハリストスの光栄においてご自身を表されることで、ご自身を父として、また精神として表されます。神は父、子および精神です。この私たちの人間の言葉では言い表しがたい神聖な神秘こそ、神とは誰なのかという問いへの答えなのであります。次回は4月10日です。テーマは古き契約10回です。なお3月27日土曜日、この日には通常ですとこのオンライン伝道会が開かれる日ですが、西日本支教区の方針で基礎講座の一環として催されるズームミーティング、方針で何でも質問箱という企画で、ズームを使って方針でキリスト教の礼拝についてのいろいろな疑問質問にお答えいたします。またいろいろな忌憚のない話し合いを行いたいと思います。詳しいことは西日本司教教区のホームページをどうぞご覧ください。では今日はどうもありがとうございました。